はい、どうもブンブンです。はい、鈴木です。いやー、ゲーセン行こう、今回も始まりました。はい、どこ来たか分かります？いや、ずいぶん車乗ってましたけど。そうなんですよ。ロードンバーベニュー2、はい、こちらですね、あ、まあ、このビンテージ作ってるわけなんですよ。あ、ここで、はい、ご存知ですね、ロードンバーベニュー2。いや、もちろん知ってますよ、それは。で、まあ、もうすぐ出るこのロードンバーベニュー2をアップデートに来たわけなんですよ。はい、わ、はい、かりました、まあ、ちなみにですね、ロードンバーベニューはどういうゲームかっていうのはちょっとこちら撮ってきたんでご覧ください。今からでも遅くないロード・オブ・バーミリオン初心者講座。まず始めるにはメインユニットでスターターパックを購入しましょう。スターターパックにはネシスカード、プレイヤーカード、使い魔カードなどが入っており、これさえあればゲームをプレイすることが可能です。購入したらネシスカードを挿入しクレジットを入れましょう。そして最初にプレイヤーネームと性別を決め、ゲームスタート。まずはオンライン対戦やストーリーモードといったゲームモードを選択しましょう。続いてプレイヤーの武器と防具を選びます。次にカードの登録です。自身となるプレイヤーカードと使い魔カードをプレイスクリーンに置きましょう。使い魔は同時に9枚まで登録できますが、カードごとにコストが決まっており、合計が90以内にする必要があります。そして最初に出撃させる使い魔を選びましょう。選んだらいよいよ戦闘開始です。相手のアルカナストーンゲージを削り切ると勝利となります。まずは対戦相手のアルカナストーンを目指しましょう。レバーでパーティーを操作し、敵のアルカナストーンの制圧範囲に入り、ストーンゲージを減らしていきます。逆に相手に制圧されている場合、同じ制圧範囲に入ることで妨害ができます。プレイヤーや使い魔の攻撃範囲内に敵を入れると攻撃をすることが可能。カードを回転させて攻撃しましょう。敵パーティーを全滅させるとアルカナストーンゲージを減らすことができます。また特殊技ゲージが溜まっていると、使い魔固有の特殊技が使用できます。使い魔をこすって選び、効果範囲に敵を入れ、技ボタンを押しましょう。敵のアルカナストーンゲージを削りつつ、妨害してくる敵を倒すというのが基本ルールとなります。みんなわかったかな？はい、こういうゲームなんですよ。わかります？はい、わかりました。大丈夫ですか？はい、はい、で、今回のバーベニューの方ですね、はい、紹介してもらったのにですね、プロデューサーさんの千葉さんをお呼びしてます。どうぞ。こんにちは。今日はよろしくお願いします。どうも、はい、いらっしゃいませ。こんな遠いところで、いやありがとうございます、はい、早速ですけど、はい、中に用意しているので入っていいですか？見に行きますか？わかりました、お願いします、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、柴田さん、早速ですね、はい、新カードの方ですね、見せてほしいなと思うんですけど、はい、そうですね、新カードもいろいろあるんですけど、はい、まずは何からいきましょうかね。まあじゃあ一番、まあまずはメジャーどころというところで、FF4 シリーズカードを。あ、これかっこいい、カインじゃないですか？そうです、カイン、エッジ、リギア、はい、おゴルベーザですよ、これこれ、あれですか、ゴルベーザはダブルメテオ一人で打つんですか？一人で多分打つことになりますね、このゲームの場合はね。これはいいっすね、ジャンプ、はい、ジャンプいいっすね、わかりやすい地味ですね、ジャンプ。はい、ってこれ次、はい、次行きましょう。次から、ね、我々の世代、はい、一番やったゲームじゃないですかね、サガ2。お、生サガでございます、はい、新宿、新宿です、九人市、九人市ですね、はい、来ましたよ、これ、はい、来ました、七英雄じゃないですか。七英雄ですね、わかりますね、姉さん、七英雄、これなんとなく、ダメです、やってくださいよ、マサガ2。我々的にはこれ世代かなり刺さるんですけど、ドンピシャですよね、いやでもどれも強いですよ、スキル。そうですね、コミュニケーションとかね、範囲すべての時の通常攻撃範囲を小さくした上に引き寄せる、はい、そうなんですよ、すごいですね、はい、こっちを狙ってっていうのは、はい、
まあさすがにこんなもんですかね。まあとりあえずスクエニからはこんなもんですけど、スクエニからはそうなんですけど、ちょっと他社さんともコラボレーションしたいなというところで、まあ世界の大御所マジック・ザ・ギャザリング、おセラエンじゃないですかこれ。はい、セラエンですね。あ、やってましたよ僕。はい、フジヤマのドラゴンって言ったらね、使い方が難しくてどうしようみたいな感じだったんですけどね。いやこれいいカードいっぱいありますね本当にね。ありましたね今回ね。早く使ってみたいんですけど、はい、テンプテーションとかしたいですよ。早速テンプテーションしますか。はい、させてもらっていいですか。はい、はいはい、じゃあ早速やりましょうよ。やりますか。ちょっと待って、ちょっと待ってください。なんで私たちそんなに、うん、あのこのゲーム経験してないじゃないですか。俺この間全国10戦やってきたからもう。10戦。バッチリバッチリ。勝率9割だし。いやそれじゃあね、あの視聴者の方にすごいプレーは見せられない。わかりました、わかりました、わかりました。じゃあいけんだろ。じゃあ、あのしずくさんの代わりに一人呼んであるので、あプレイヤーですか。そうです、そうです。あ、そうなったらね、全然いいよね。はい、うん、どうぞ入ってもらいましょう。あれどうぞ、のいくんです。よろしくお願いします。あはい、お願いします。柴さんが用意してくれたプレイヤーはロード・オブ・バーミリオン初の公式全国大会で解説を務めたノイ氏。要するにすごい上手いんです。お久しぶりです。お久しぶりでございます。はい、これはあれですかね、俺と何かやるんですか。うん、まあまあそれで一応ね、ペイはできるかなと思って頑張って。やばいやばい無理。どうすんの。あれは無理。リプーリプーリプくん。はいはい、あのうちのリプ斎藤がお会いいたします。あらら、急に呼ばれたから横向いちゃってるよ。ブンブンが呼んだのは同じく全国大会でメイン司会を務めた週刊ファミ通のリプ斎藤。急遽この2人で対戦が決定。残りのお三方は解説お願いしますよ。はい、それじゃあ早速始めたいと思います。準備よろしいですか。いいですか。いいです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ちなみにあれですかね、これ2人はどんなデッキ使うんですかね、はいはい、今回これはどっちですかね。これはリプの指定ですね。これはリプさん。ああなるほどね。カイン、パラディン、ロックブケ、リディア、極楽鳥と。これはい、言っちゃいましたけどね。いいんですか。いやもうお願いしよう。いいでしょうね。ノイ君は何デッキは。マジックからサルカンボルト、はい、これ FF ですね。 FF からあのアスラ。アスラ、はい、はい、まあ、この2枚を軸にしたらこれですね。アスラ、そうですね。旧なんかの小学生みたいな。あとスリムが入ってますね。スリムがまたこれ面白い顔が入ってますね。随分。なるほど。いやでもこれ強い。これデッキとしては完成されてます。完成されてますね。すでに。はい。これ何ですか。ニコ動ですか。ニコ動ではないんですけど、実はこうモバイルで今ギルドみたいなの入れるんですけど、ギルド機能でコメント入れる。そうですそうです。楽しいですね。はい。そこ行ってるうちに開幕始まってますね。早いですね。本気ですね。さあガチですね。あ、僕の口を行きます。その早い極楽鳥からぶっ放してきましたね。これが防御力ダウンでしたっけ。そうですね。これもすごい展開ですね。ネタですねこれ。顔がもうスリムは。ね、うん、皆さんどう、気になるカードあるこの中で。なんかかっこよさそうなの。パラディンとかですか、ね。あ、そうなんですね。イケメンですね。いいですね。あれ、その範囲なんですか。やられちゃったよ。これ極楽鳥の範囲。あれですね、極楽鳥の範囲ちょっと見えますかね。これですね、両サイド、はい、これね、新しい特化の攻撃の3っていうやつなんですけど、はい、今まで単体攻撃、左側ですね、単体攻撃、複数攻撃ってあったんですけど、今回3って言って、はい、まあ、まず場所がちょっと特殊なのと、あと範囲に入っていると、例えばこれ 2つありますよね、丸っこちとちと、はい、これ2つ入ってると攻撃力がちょっと下がる。あ、なるほど。逆に1つだけだと攻撃力が高いという。使い方が難しいけど使いこなせればって感じなんですね。そうですね。はい、まあ、これそうですね。これは攻撃の差が速くなるわけですね。あ、サルカンボルも拡散ですね。拡散です。さあさらにこっちヘイスが最高と、はい、拡散のやつはまあ比較的に後ろに下げて、はい、それからバチバチ打つっていうのになるんじゃないかなと思ってます。援護みたいな。援護ですね。結局ってダメージを与えつつ攻撃ダウンと、はい、来ましたよ、カイン。来ましたよ、男前。かっこいい。かっこいいっすね。あの、体力って、はいはい、昔こう、円じゃなかったよ。ああ、そうですね。横、普通の、横のバーだったんですけど、何が出てるんですか。このゲームいろいろ一瞬にしてこう判断しなきゃダメなことが多くてですね、ヒットポイントを忘れがちなんですけど、そうどうしたらよく見えるかなということで、まあ、今回こうやって絵にしてみてやってみたいと、非常に誰が今やられそうなのかっていうのが分かりやすくていいですね、これ、はいはい、あ、これが吉と出るか凶と出るのか、お互いにも割り合ってる感じですね。
これで若干左サイドがリップなんでリップが押されてるんですかね。今の若干ですね。これそこも分かんないですね。で特に今回新しく入った、また次の方がいましたね。あこれノイの方がサーチゲージ、サーチアイとかも削りましたね。完全に、まず見えずにしましたと、サーチアイがなくなると見えなくなっちゃうんですね、そうです。相手のヒットポイントも見えなくなって、この辺の情報が一切見えなくなるんですか。あと相手の場所も見えなくなってしまう。これまあワンからあるところです、プラス見えないからということで自分のスピードが若干上がるんです。アイテムにかっこいい。ぴったりですね。これは使ってみたい。あ、待ってください。来ましたね、これは。来ましたね、これ。アルティメットスペル。はい、アルティメットスペル。これも新要素ですよね。はい、新要素です。今、1回の戦闘中に何回かしか使えないということで、はい、基本は、まあ、大逆転と。ワンってなかなかこう、ダイドオブのワンってなかなかこう渋いゲームで勝つとか絶対勝つっていうゲームだったんですけど、この大学戦っていうのと入れることでだいぶ変わるんじゃないかな。なるほど。まああれですね、ワンの頃のサクリファイスの要素がもっと大きくなった。そうです、そうです、そうです、ね、はい。今見た通りキュアオールみたいなのがあると全然変わってきますしね、はい、そうですね、ヒットポイント全員回復ですからね、はい、今それでノイが押し返した形ですかね。そうですね。お全滅取りましたね。珍しい。なかなかないですか、ね、はい。ああこれリップはかなり劣勢に立たされたんじゃないでしょうか。いいですね。ああしかしこうなるとかなりノイの方がそうですね、有利ですね。ノイ君のバッチング保りましたね。ユーティングスポイント、まあまあまず1回対策、はい、さあここでリップを使えばそうですね、脱却できなくなって、はいですね、これは気づいてるかな、あこれもちょっと分かんないじゃないですか。分かんなくなりましたね、意外にワンチャンあるってやつじゃないですかね。ありますね、ワンチャン、これ。あ、これで単位で1台しっかり落とせれば、うん、そうです。これ7つ目ですかね。出ましたね。今レベル2ってやつなんですかね。あ、もうそれ。これはでかい。でかいですね。エクセレント。これ取った。そしてアルティメットスペル。シーリングユー。はい。封じ込みにかかりましたね、はい。これはあれなんですね。相手の、そうですね、全封印ですね。でちなみに今シールドも破壊したので潰しやすいですね、はい、なるほど、はい、サーチアイとシールドを破壊した上に相手のゲート1個破壊しますね。さあこれがどうなるか、はい、何か守るかリップがもう一削りするかですね、はい、ここは、いやーすごい、ただちょっと新しい舞台なんできついかもしれないですね、体力が多いね、うん、あれですね、必ず1体だけでも入れるようにして、そうですね、そうすると止まるんですね、はい、削らせないようにしてますね、はい、ゲージを。おお、カインが落ちましたね。あ青い人が落ちましたね。落ちましたね、はい、さあ主人公も倒され、うわ退却するしかないですね。お疲れ様でしたですか、これは。そうですね、あ、スリムに追っかけられてますね。あ、なるほど、いい試合でしたね。いい試合でしたね、はい、ありがとうございました、はい、最後はまたあの、はい、メンバーからのコメント、そうですね、コメントですね。いや、いい試合でしたね。めちゃめちゃいい試合でしたね、まあ、残念ながらうちのリップは負けましたけど、はい、まあ、一応公式で、まあ、公式というかね、トッププレイヤーとしてやってもらってるんで、はい、そうですね、さすがだなと。いや、本当いい試合でした、はい、ちなみにこれ発売っていつになるんですか。一応ですね、10月のですね、27の火曜日から開始ということで、あと、まあ、これが出るのは9月末ということで1ヶ月ぐらい待っていただけると、はい、ゲームセンターで遊べるという感じです。なるほど。他にやっぱイベントとかってあります。一応ですね、その前に、まあ、今ワンというものをやっててですね、はい、全国大会の今予選をやっています。あ、真っ最中で、はい、で一応10月のですね、17日にですね、ティファ有明で全国大会がありますので、でこれ無料でお客さん入れるのでぜひ遊びに来ていただければいいかなと。あ、じゃあ行きますか。はい、はいはい、しかも、まあ、お土産もご用意して。お土産、お土産あります。これちょっと今回面白いんじゃないかなと。なるほど、用意してますね。わかりました、はい、ありがとうございました。いやいや、とんでもない、はい、はい、というわけでロード・オブ・アーミニオン2なんですけど、どうでした。なんかね、すごくね、うん、カードのイラストが綺麗でコレクション性があるなと思ったし、うん、あとゲームのね、画面がすごい綺麗、さすがそこはスクエアエニックスさん。ゲーム的にはどうだったの。システム的には、あの絵ばっかじゃなくて、えあるでしょ、ちょっとこの辺の駆け引きがとか。あれはなんかすごい戦略眼が必要そうだなって。まあそうなんだよ ね、あの辺のアルカナストーンを削っていくっていうのが分かってくると、すごい急に面白くなるから、うんうん、
ちょっとぜひみんなにもね触れてほしい。そうですね、絵柄ばっかりじゃなくてねそっちの面白さもちょっとぜひ、そうね、かなと、はい、はい、ちなみにですね来月は栄養優勝レポート、はい、こちらをですねお届けしたいと思います。おー楽しみ。楽しみですね、なんかありますか楽しみなの。いや私何も知らないですよね何が出るのか。ちなみにですね僕まだ何も分かんないんですよまあでもね行ったら行ったで、いくらでも楽しみもありますから、あのプライズとか、メダルゲームとか、というわけでね、じゃあ今月はこの辺でお別れしたいと思います。はい、ありがとうございました。さよなら。まずはファイナルファンタジー4からどうぞ。やらねば俺たちがやられる。やられる。続いてロマンシングサガ2です。ダンターグ様が踏み潰してくれるわ。このくらいでやられてもらっては困る。行きますわよ。このスービーへの攻撃は一味違うぞ。最後はマジック・ザ・ギャザリングです。この剣